立川バスの一般路線使用立川バス株式会社は本社を東京都立川市高松町2丁目27番27号に置くバス会社である小田急グループに属し小田急電鉄の連結主会社である2000年から2018年まで一部路線が分離市会社のシティバス立川へ移管されていたが再統合により全路線が立川バスの運行となっている 一般路線バスを東京都多摩地域の北多摩中西部、西多摩東部で運行しており、一部埼玉県入間市、所沢市まで乗り入れている。立川駅、多摩川上水駅、国立駅、箱根ヶ崎駅、廃島駅、秋島駅、矢川駅、矢保駅、福生駅、羽村駅、花子金駅、東中神駅、国分寺駅、 西部立川駅などが運行拠点である。空港連絡バス、高速バス、及び観光バスの運行、特定輸送も行っている。車両総台数は219台、内ノンステップ車は200台である。バス以外での業種は、TB ケービルでの不動産業、旅行業、清掃受け負い業などがある。立川バスは1929年に前進である。 立川自動車運輸として創立され、翌1930年には路線の運行を開始した。当時の運行区間は立川宮沢杯島と立川村山箱根ヶ崎である。本社は立川町あざあ町に置かれた。杯島線は現在とほぼ同じ経路であるが、村山線の方は当時の道路状況から旧立川飛行場付近で現在と一部異なっていた。 立川自動車運輸は1937年に五日市鉄道の参加に入ることになる。なおこの五日市鉄道とは現在の JR 五日市線を経営していた会社であるが1930年から1944年は立川廃島間に大梅電気鉄道と別の線を持っていた。この路線と立川自動車運輸の廃島線がほぼ 並行していたことが買収を行った理由である。五日市鉄道参加となった後、立川自動車運輸は、五日市鉄道沿線とさらに奥へ、灰島牛浜平五日市、五日市日ば元塾、五日市大沢について、免許申請を行っている。しかし、この区間は、豪王自動車の既存区間であり、戦時中で不要不急という判断から、却下された。九百四十年、 南部鉄道が五日市鉄道を合併し、それと同時に立川自動車運輸も南部鉄道の参加となった。その際南部鉄道も川崎市溝の口にバス路線を有していたため、同社の路線は立川自動車運輸に引き継がれたが、間もなく軍需輸送上の国策によって南部鉄道と青梅電気鉄道は国有化の矢表に立たされ、結局1944年4月に 両社は国に買収され、南部線、大梅線となる。なお、非買収企業はしばらく会社の解散をせず、南部鉄道も立川自動車運輸など子会社の管理と関連事業を経営するために存続した。1947年に立川自動車運輸は、現在の立川バスに社名を変更し、再スタートを切った。開業以降、ほとんど路線の新設、 改変もなかった立川自動車運輸だったが、この年に奥多摩信仰より路線を買収することで、路線の拡充が始まることとなる。その時の区間は、国分寺廃島、廃島、小似田等市の4区間であり、これにより砂川や国分寺なども営業エリアとすることとなった。1951年には、川崎市より、川崎市北部地区の路線を整備するため、 溝口営業所の路線を買収したいとの要請があった。この交渉がまとまり、同営業所は川崎市交通部に譲渡された。引き継がれた路線は以下の4線である。1950年8月に小田急電鉄の参加となり、小田急グループの一社となった。これを機に立川バスはその営業域の拡充をさらに推し進めることとなった。しかし、 昭和30年代には、多摩地域でのエリア分けが一段落しつつあったので、新規開業路線は、他社との相互乗り入れという形で進められた。その例として、合自動車との相互乗り入れによる、立川駅北口ふっさ5日市線等が挙げられる。一時期は、埼玉県所沢市北の地区へも、路線を伸ばしていた。昭和40年代から50年代にかけては、 路線の整理が行われるようになる。立川バスに限らず都内のバス路線は、それまでエリア拡大のために、他事業者との相互乗り入れ路線を多数持っていたが、交通渋滞やそれに伴う乗客の減少などにより、メリットよりデメリットが多くなってきた。このことから、各事業者とも長距離路線を短縮し、自社のエリア内のみを走る路線にまとめていくようになった。これと同時に、 鉄道の速度が上がっていったこともあり、鉄道と完全に並行する路線は分割され、隣接する駅の間を保管する正確の路線に転化させるか廃止させる方向に向かっていった。それと同時に、多摩の各市には大規模な団地造成が行われ、立川バスも他社と同じく団地輸送路線を次々と新設した。営業域の拡充と整理の傍らで、 1951年から立川バスが所有する観光バスの車体に、サザエさんの登場人物を描き、サザエさん観光として運行していたが、許可を得ていなかったとして1970年に、作者の長谷川町子から、使用差し止め要求があり、裁判の結果、立川バスは長谷川へ、損害賠償金を払う結果となった。1976年に、立川基地が返還され、 立川駅北西部の跡地を新たに使用することができるようになった。そこで、この跡地に道路及び施設が整備された。まず、高松町一丁目から基地跡沿いに北に進む道路が整備された。その後、明け町一丁目から泉町まで滑走路を転用した道路が新造され、その道路沿いに防災センターが新設された。これに伴い、 立川バスも箱根ヶ崎線の一部が振動経由となり、砂川循環線、防災循環線などが新設された。その後立川消防署、立川警察署、国立立川病院の移転に伴い、立川消防署循環線なども新設され、さらにルートの一部も変更されている。1993年には、タマライフ21のイベントが長期間にわたって開催され、 立川基地跡の北西部に簡単な遊園地が作られたり、昭和記念公園でもステージが行われたりした。立川バスも期間中に立川駅北口玉ライフ会場間に臨時バスを運行した。また1991年より空港連絡バス、夜行高速バスの運行が開始された。1990年から1998年には、 深夜急行バス運行の実績がある。1998年11月27日には、多摩都市モノレールが、立川北上北大館に営業を開始した。これにより、村山団地線、芋久保線、芝中団地線、南外線などが、多摩都市モノレール線と競合することになり、浄水営業所担当路線を中心に、大幅な路線改変が行われた。さらに、 2000年1月10日のモノレール延伸開業に合わせる形で全営業者の路線改変が行われた。立川駅玉川上水駅間は主力路線の村山団地線と並行しており、通勤通学客の多くがモノレールに移行した影響は大きかった。少子高齢化などにより、他地域の不採算路線をカバーしていた主力路線が大幅減収となったため、同社は 企業再生の対象となり実施再建の道を選択した。企業再建策として2000年4月1日には分社化と不採算路線の管理住宅制度を開始し、子会社としてシティバス立川を設立。廃島営業所内にシティバス立川廃島営業所を置き、同年10月1日より、不佐団地線を移管、4路線の運行を委託した。また9月30日をもって、 国立営業所を閉鎖資産営業所体制とするなど、再建に向けて様々な経営合理化が行われた。さらに2008年11月には、高速バス路線と田中町団地線もシティバス立川に移管した。その後2000年代に入り、立川駅周辺の再開発による発展、日産自動車、村山工場跡地のダイヤモンドシティ、入会業、宗教施設、 新入園大原院の進出などが後押しし、企業再建は着実に進んだ。2006年には大原院、シャトルバス輸送のため、明けぼの営業所が新設されている。2018年7月1日、福佐営業所を開設し、灰島営業所及び水穂営業所を閉鎖。両営業所の機能は福佐営業所に統合され、担当路線は移管された。 同時にシティバス立川を九州合併し、同社担当路線はすべて立川バスが運行することとなった。各営業所の担当路線の詳細は、営業所の記事を参照のこと。現行営業所、廃止営業所ごとに解説年順。1991年に空港連絡バスと夜行高速バス、シャルム号を運行開始して高速バス事業に参入。 2008年より高速バス路線の運行はシティバス立川へ移管されていたが2018年のシティバス立川の九州合併に伴い立川バス本体へ再移管された空港連絡バス羽田線内は共同運行会社括弧内は一部便の未停車空港連絡バス編集2008年11月16日上記の空港連絡バスに路線が 立川バスから移管された。2017年4月28日に、羽田空港線でダイヤ改正が行われ、新たに一部便で、国立駅、八保駅への停車が開始された。立川、飯田線、編集詳細は、中央高速バス立川飯田線を参照2013年11月22日、中央高速バスの路線として、立川飯田線が運行開始された。 当初は、京王バス、立川バスが、各1日に往復、稲バスが1日に往復、合計1日4往復で運行されていた。また京王バスは、南大沢駅発、立川バスと稲バスは、秋島駅経由で、灰島車庫が終点であった。2016年9月16日に運行系統の見直しを行い、南大沢駅、八王子工業団地、 ハイジマの停留所が廃止されたその後、3社が各1日1往復に減便され、1日3往復となっている。夜行高速バス、シャルム号、編集、神戸行き、シャルム号の車両詳細は、シャルム号を、参照1991年4月より、夜行高速バス立川神戸線、シャルム号を運行開始。立川バスとしては、初となる。 夜行高速バスへの参入であった。山陽電鉄バスとの共同運行。シャルム号は立川バス側の愛称で、シャルムはフランス語で魅力を意味する。2009年5月13日をもってシティバス立川が撤退。撤退後は南海バスが運行し、立川バスが運行支援をしてきた立川京都、大阪線とシャルム号を統合した立川京都、 大阪神戸線へと移行し、南海バスと山陽電鉄バスによる運行となった。山陽バスでは、レッツ号の愛称を用いている。立川バスは撤退後も引き続き運行支援を行っていたが、道路線の予約、乗車券発券業務は行っていない。シャルム号の撤退により、立川バスの夜行高速バス便は消滅した。大型路線車は、日野自動車と伊鈴自動車。 三菱不走製、中型路線車は三菱不走とイスズ自動車製、小型路線車は日野自動車と三菱不走製、高速車、観光車は日野自動車、三菱不走製を導入している。特定輸送用にトヨタ自動車のマイクロバスが導入されている。過去には1960年代には日野2000年代前半までは日産ディーゼルの車両も一部使用されたほか、 秀デ三ミツ伊シ、では、首都圏で少数派であった前後引き戸の扉配置を採用していた。また過去には、川重車体仮想の大型観光車が導入されていた。ほか、近年まで7メートル車のガーラを所有していた。伊須津の大型路線車は、過去には純正車体の IK 高知製仮想車体と、富士重工業製仮想車体の両方が導入されていたが、 エルガにモデルチェンジされてからはすべて J バス製の純正車体で導入されている。中型路線車も同様に車体メーカーが IK 高知製と富士重工業製のものが混在していたがエルガミオの導入以降は大型車と共に純正車体での導入となっている。三菱不走車は高速車、観光車はエアロクイーンにエアロエース、大型路線車の三菱不走。 エアロスター及びエアロスター S、中型路線車、中型長弱車のエアロミディ MK、小型車のエアロミディ ME が在籍する。また、秋島市、コミュニティバス、A バス用に、ローザを使用している。過去には、クレハ車体制の車両を採用し、ド・トラックスのバス製造事業撤退以前は、スペースランナー RA の OEM 供給車である、エアロスター S を導入するなど、 小田急バスとは異なる車種を導入していた。日野車は大型路線車が最近まで在籍していなかったが、現在は数十年ぶりの大型路線車そして同社初の大型ハイブリッドバスとしてブルーリボンハイブリッドが導入されている。しかし小田急バスに導入された風景、ブルーリボンシティハイブリッドと異なり HL 系となる、このバスのボディはイスズエルガと共通化されており、 外観上の違いは、ハイブリッド機構とハイブリッドの文字だけである。なお、この車は、立川バス一般路線車として、初めて客席に、モバイル機器の充電用 USB 端子が、備え付けられている。中型長尺車は後、後述の、エルガ J として、イスズブランドの車両のみが導入されている。小型車両は、コミュニティバス用として、ポンチョを広く導入し、過去にはクルリンバスやクニッコで、 初代ポンチョを使用し、MM シャトルと分バスではリエッセも使用していた。コミュニティバス車両は、委託元の自治体により使用の違いがあり、二代目ポンチョは、ショートボディ、ロングボディの両方を導入している。大型高速、貸切車としては、セレガ、中型貸切車としては、メルファを導入している。トヨタ車は、コースターやハイエースが貸切り、特定車として導入されている。 小田急電鉄の3回り以降、初期のノンステップバス専用カラーなどを除き、小田急バスとほぼ同一のカラーになっている。高速バスには、リラックマ仕様や、復刻塗装を除き小田急グループ統一カラーが、用いられる。車両は、小田急グループマテリアルズを介して購入され、小田急グループ各社で、使用の統一を図ることによる、コスト削減を図っている。イスズ・エルガジェー。 編集イスズ・エルガ J2009 年、立川駅北口にて撮影過去の特徴的な車種として、日のレインボー HR の OEM 供給車であるイスズ、エルガ J が8台在籍していたが、2015年3月までに全車が除籍され、さよなら運転も行われた。エルガ J は供給量が非常に少なく、立川バスは全国最大のユーザーであった。除籍後の車両は、 熊本電気鉄道や道南バスへ移籍している。須津エルガ J の詳細については、日のレインボーエルガ J の供給先を参照一般路線車の車番は営業所記号と1から3桁の固有番号で表記される。上記の不番法則により、J780 は浄水営業所所属の伊須津大型車ということになる。なお、600.800番は欠番となる。 このため、999の次は801となり、800は存在しない。コミュニティバス用などの小型路線車は、メーカーに関わらず1から2桁の固有番号となる。貸し切り車、高速路線車、特定輸送車は、営業所記号は付与されず、4桁の固有番号のみとなる。立川バスで役目を終えた車両は、海外や全国の地方事業者に譲渡されている。 2000年代に入り首都圏が排出ガス、規制強化地域に指定され、車両の使用化の大きい間が短くなったことなどから、近年では国内地方の事業者に退役車両を多数供給するようになった。主な上都先は、釧路バス、北海道中央バス、岩手県交通、宮城交通、茨城交通、関東自動車、北鉄奥の都バス、広島バス、佐世保市交通局、 岩崎グループなどである。エルガ J については、熊本電気鉄道、熊本都市バス、道南バスに乗とされた。2007年8月から灰島営業所の大仙団地線において、3X のキャラクターリラックマをあしらったラッピングバス、リラックマバスが運行された。2006年から2007年当時、若年層の乗客離れが深刻な状態となり、 沿線に観光資源がない通勤特化型の立川バスは乗りに来てもらうバスをテーマパークにという当時在籍した若手社員らのアイデアで立川バスリラックマバスのイメージを認知するために始まったのがのラッピングバスだった。実施にあたってはかつてのサザエさんバス事件の教訓もあり、事前に判権元の 3X の許諾承認手続きが取られている。 外装は元よりシートにもリラックマが描かれ、前面の行き先表示にもリラックマや黄色い鳥が表示されるようになっている。このリラックマバスは同年11月から浄水営業所に移籍し、現在は国立地区での運行となっている。その後、2009年11月より水色のリラックマバス2号車がデビューし、若葉町団地線にて運行を開始した。現在、 このリラックマバスは5台存在し、ボディカラーは1号車がイエロー、2号車がスカイブルー、3号車がブルーベースのスペーシーなデザインカラー、4号車がグリーン、新4号車がピンクベースのイチゴなどをあしらったりしたカラー、5号車が水色となっており、立川バスの運行エリア全域で運行している。初代1号車は2013年3月で台替わりと、 なり、新旧の1号車同士が2013年3月9日、開催の立川バスファン感謝祭で並んだ。また、93号車は、上水営業所から水穂営業所への転属により、リラックマにちなみ、ナンバープレートが5656となっている。5号車も同じく、ナンバープレートが5656となっている。また2015年3月から、 同じ 3X のキャラクター隅っこ暮らしをあしらった、隅っこ暮らしバスを登場させた。ありがとうございます。